田辺熊市田辺熊市1月25日から1940年4月17日は日本の実業家、政治家、衆議院議員、新潟県西貫原郡貫町長を務めた。新潟県貫原郡で古西省、田辺貫基地の長男として生まれる。牧町役場林寺屋といを経て、1898年2月、第四代官町長に就任し、 同年12月まで在任した。その後上京し、西貫原郡出身の小柳宇三郎大義氏の所生となり、東京法学院で学び、1901年に卒業した。その後、斉藤は平太大義氏の指導を受けた。1903年、新潟県会議員に当選。1908年5月、第10回衆議院議員総選挙で、新潟県軍部から、 立憲政友会所属で出馬し当選。その後、第11回から第14回まで、第16回から第19回までの総選挙で当選し、衆議院議員を通算休期務めた。そのうち、第16回総選挙では、1930年1月11日に、衆議院議員当選無効請求訴訟事件の判決が大審議員で確定し議員を辞職している。また、 第19回総選挙では、繰り上げ補充で当選した。この間、鉄道会議議員、立憲声優会総務などを務めた。また実業会では、日比谷平左衛門の地遇を得てその秘書となり、日清宝石に入社して、会計課長、取締役、常務取締役を歴任。その他、日本画質改良取締役、東部銀行監査役などを務めた。ありがとうございます。